今回の雑学はこちら。はい、男の子は女湯に何歳まで入れるのかと。はい、実は都道府県の条例によって定められているんですね。しかし県単位の条例なので、その年齢は違ってくると。例えば東京は10歳未満になってるし、北海道だと12歳未満になってると。兵庫県だと6歳未満となってますし、受付の人に止められて無理やり入った場合は威力業務妨害となると。最近では受付と更衣室の距離が離れているケースが多いので、親が一緒だと許されているように見られると。はい、ということです。